第61回大会3回戦星稜1点リードの延長12回裏、追い詰められた箕島に最初の奇跡が起こります。春の優勝校箕島高校、ツーアウトランナーがありません。カーブです。大きいレフトバック、入るか、入った、同点ホームランです。延長14回裏星稜にもドラマがありました。ランナーが三塁走ります。三塁ボールの取れたがセーフ。星稜ワンアウト三塁とサヨナラのピンチです。さあ内野の守備隊形のボールを振って隠し球ですか。タッチアウトです。これは驚きました。隠し球です。絶体絶命のピンチをしのいだ星稜、16回表にチャンスを迎えます。星稜高校の今年のキャプテンです。ランナー一塁三塁ツーアウト、打球が右入りました。三塁ランナーホームイン。3対2星稜均衡を破りました。球の数はこの人も180を超えています。174センチ68キロ。見逃しの三振。星稜勝利まであと1人。バッターは隠し球でアウトになった森川。ここで両チームにとって信じられないプレーが起こります。打ち上げた加藤、あっと そして2度目の奇跡が起こりました。18回表、星稜は無得点に終わります。最後のマウンドに立った星稜の堅田、ストライクが入りません。ワンアウト1、2塁でバッターは5番上野。堅田の208球目でした。3時間50分の激闘は4対3、箕島のサヨナラ勝ちで幕を閉じました。